情報大学生です。IoT の研究をしています。ゆうきさんだったらどのようなサービスを作りたいですか？IoT の、まあ、その、フィリップスのヒューっていうその、スマホとか、Google ホームとかにつないで、電気のが消せたりつけたりっていうのを一応僕使ってるんですけど、スイッチ触る方が早いんですよね。で、その、スイッチと、要はスイッチって強制的に電気を入れたり切ったりするんですけど、その Google ホーム経由で、その、消した場合って、電源入ってる状態で電子的に消えてるだけなので、なので、そこで、あ、今オフだって言って、電気のスイッチをつけたとしてもつかないんですよ。で、その電気のスイッチを触ると、それは電気的に完全にオフになってしまうので、今度は Google ホームの方でライトつけてって言ってもつかないんですよ。っていう、要は、今ってソフトウェアで電源切ってるの？それとも物理的に電源切ってるの？っていうのを自分が理解して、どっちでやる？そのソフトウェアの Google ホームの方で音声で言うべきなのか、スイッチで変えるべきなのかっていうのを、そのどっちの状態かっていうのを理解した上でやらなきゃいけないので、僕はできるんですけど、多分うちの彼女それ理解してないんですよね。なのでなんか電気つかねえっていつも言われて、はいはいってなるので、やっぱそのね、難しいのかなと思います。はい。そういうね、ビデオの録画とかできない人には難しいこと世の中にありますよね。この